まず私は1986年生まれの9月24日ですね、実家のこの写真館とあとはレストランイースト、このうちに生まれました。であとは幼稚園と小学校中学校は、地元で過ごさせてもらって、で、高校から市内の高校に、神話高校に進学をしました。で、そこからはちょっといろいろ勉強もしたんですけれども、ちょうど進学校に入ってからですかね、ひねくれてるんですかね、ちょっと逆のこともしてみたくなったというか、手に職にも興味が出てきたっていうのがあって、で、それで料理レストランの方か、写真の方かちょっと勉強してみたいなっていうような気持ちも出てきました。それで、福岡の、九州産業大学の姉妹校になるんですけれども、九州造形短期大学、2年間写真の専門学校に入って勉強をして、それで勉強してみて面白かったら写真の世界に入ってみようというところで、勉強させてもらいました。で実際やっぱり写真の基礎を、教えていただいて、やっぱり写真の方にも興味があった、面白いなって思う風になったので、そのまま写真の業界の方に入りました。修行期間を終えて、実家のここ東写真場に戻ってきました。入ってきての正直な印象は、あったかいお客様すごく多いなっていうのが、高校の卒業アルバムを撮った卒業生の子たちとかが2年後にやっぱり二十歳になった姿を見せに来てくれるっていうのはすごく嬉しいですね。親戚のおじちゃんってこういう気分なのかなって思ったりとかはしますね。総会の時だったかな、まだ1年は経ってないですね。そうですね、やっぱり総会に参加させていただいた時に、一番はやっぱり地元の皆さんとの顔つなぎができるっていうのもあるんですけれども、年ではあるんですけれども、まだまだ私も若輩者で未熟なところも多々ありますんで、なのでそういった時に、ああどうしようどうしようってなった時にやっぱり相談できる先輩方がいらっしゃるっていうのはすごく心強いですね。やっぱり一番の原動力になったのは好きなこと、で次に原動力になったのは自分で決めたことっていうのがやっぱり原動力になったと思います。自分でちょっと勉強してみたい、写真って面白いっていう気持ちがなかったんなら、多分写真ってこんなにきついのってなって、こんな泥臭い仕事せんないかんのってなった時に一回折れちゃってると思うんですよね。ちょっと就職活動だったりとか仕事選ぶのにこうなってる時は、ちょっと外に目を向けてれば、あこんな意外な仕事もあるんだよって、あ全然これは考えてなかったっていう仕事もあるんだよっていうのを広い視野を持って見てほしいなっていうのはあります。で写真の業界に興味がある若手の人はぜひぜひ気軽にスタジオに遊びに来てください。